ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日解説するのは、東名高速道路で煽り運転をした挙句、人の命を奪った犯罪者、石橋和穂についてだ。東名煽り運転ってニュースで聞いたことあるわ。この男、昔はおとなしいタイプで強烈ないじめの経験があったんだ。その経験と煽り運転の因果関係を紐解きながら、石橋和穂の裁判の結果、その後の様子など詳細に解説していこうと思うぜ。なんだか気になるわ。解説お願いします。それじゃあ、ゆっくりしていってね。事件は2017年6月5日、神奈川県の足柄上郡大井町にある、東名高速道路下り線で発生した。東名高速道路といったら東京と名古屋をつなぐ大きなバイパスよね。ああ、そうだ。事故が起こる前、事故現場から約 1.4 キロ手前にある中井パーキングエリアにて、石橋和穂は車を駐車場外に停めていたんだが、その右側を被害者家族が低速で通過する際、被害者家族の旦那さんは石橋和穂に一声かけたらしいんだ。なんて声をかけたのかしら？石橋和穂曰く、邪魔だ、ボケ。と、駐車方法を非難するように怒鳴られたとのことだが、掲示板にて当時の状況を目撃した人の書き込みによると、一言すみませんと声をかけただけらしいんだ。どっちが本当かでだいぶ印象が変わるけれど、口述するが、石橋和穂の証言は虚偽の可能性が高いので、実際には掲示板の人が言うようにすみませんだけだったかもしれないな。ちなみに、遺族の話によると石橋和穂の車は出口を塞ぐように停車しており、注意せざるを得ない状況だったわけだからな。ただ、石橋和穂はこれにカチンと来たようで停車させて文句を言ってやりたいと考えた。悪いのは自分なのに逆恨みもいいところだわ。そして石橋和穂は被害者家族の車を追跡し始めた。そして21時33分頃、東名高速下り線 54.1 から 54.8 キロスポットあたりで、石橋和穂は被害者家族が乗っていたワンボックスの通行を妨害しようと、その進路に割り込んで急減速するという危険運転を始めたんだ。高速で前の車が急に減速なんてしたら危なすぎるわ。一応補足しておくと高速道路には、50キロ以下で走ってはいけないという加減があるぞ。当然、被害者家族の車は石橋和穂の車を避けるように車線変更をしたわけだが、石橋和穂はさらに進路を妨害しに割り込むなんてことを計4回行った。4回も進路を妨害されたんじゃ運転どころではないわ。21時34分頃、石橋和穂は被害者家族を乗せたワンボックスの進路を、塞ぐ形で追い越し車線に停車させた。場所は 54.8 キロポスト上、片側3車線道路の第3車両通行帯だ。一番右側の追い越し車線で停車させたのね。そんな、一番加速する通行帯で停車させるなんて危険よ。被害者家族もやむを得なかったんだろう。そして石橋和穂は被害者家族の車に詰め寄ると、被害者家族の旦那さんにドアを開けさせそのまま掴みかかって、高速道路に投げ入れるぞ。殺されたいか。と怒鳴り始めた。運転していた被害者家族の奥さんも石橋和穂を止めようと、車外に出て石橋和穂を止めたんだが、なおも石橋和穂は止めることなく、旦那さんを殴ったりして暴行を加えたとのことだ。被害者家族の皆さんはさぞ怖かっただろうと思うわ。高速道路の真ん中で無理やり外に出されていきなり殴られるんだもの。普通にありえないことだよな。しかし、悲劇はここで終わらなかったんだ。石橋和穂の車に同乗していた交際相手の彼女が、子供がいるからやめて、と石橋和穂を止めに入った。それで我に返ったのか彼女の言葉に怒りが鎮火したのか、石橋和穂は殴るのをやめ車に戻ろうとしたんだ。が、その時後ろから大型トレーラーが走ってきて、そのまま被害者家族が乗っていたワンボックスカーに衝突してしまった。でもまだ旦那さんも奥さんも車内に戻っていないんじゃ。そう、彼らはまだ車外にいた。つまり、大型トレーラーに轢かれてしまい、そのまま命を落としてしまったんだ。そんな、被害者家族には娘さんが二人同乗していたんだが、幸いにも娘さんたちは無事助かった。そうは言ってもご両親を一度に亡くしてしまうなんて、こんな悲劇、あんまりだわ。旦那さんは当時45歳、奥さんは当時39歳、と、まだ亡くなるには若すぎる年齢。娘さんも長女が15歳で次女が11歳とまだまだ親が必要な年齢だった。小学生と中学生だものね。この事故で石橋和穂自身も怪我をしたが、特に後遺症が残ることもなく無事助かってしまったんだ。なんだか後味が悪いわ。ちなみにこの時石橋和穂が助かったのは後ろから走ってくる大型トレーラーを確認できる位置に立っていたからだとされている。逆に言えば、被害者家族の旦那さんと奥さんは、大型トレーラーを背にして立っており逃げ遅れてしまったそうなんだ。前に石橋和穂が止めて、後ろに被害者家族の車があったんだものね。被害者家族は進行方向を向いていたことになるわ。この時、大型トレーラーが来るのを確認できていれば、
とっさに避けたり逃げたりして少しは被害を小さくできたかもしれない。これは事故というより事件だと私は思うぜ。そうよね、事故というにはあまりに悪質だわ。そしてその後、事情聴取にて石橋和穂は、事故の前、夫婦側に煽られたりパッシングをされたりしたので停車した。と話したんだが、もちろんそんな事実はない。県警交通捜査課などは、念のため当時現場周辺を走っていた、260台以上の車両を防犯カメラなどで割り出して、運転手らの証言やドライブレコーダーの記録を確認した。そこまで入念に調べて何か供述に結びつく証拠は見つかったの？当然のことながら石橋和穂が話した内容に当たる証拠が、見つからなかったため石橋和穂の虚偽と断定されたんだ。そして、事件発生から約4ヶ月後の2017年10月10日に、自動車運転処罰法違反、過失致死の疑いで逮捕となった。ちゃんと逮捕されてよかったよ。昔からそんな感じで横暴で身勝手な行動を起こしてきたのかしら？石橋和穂がどんな人生を送ってこんな人間になったのか、気になるよな。次は石橋和穂の家庭環境から彼の人生を追っていこうと思う。石橋和穂は福岡県の中間市扇ヶ浦出身であり、この町は旧炭鉱町として知られている場所なんだそうだ。普通の住宅地って感じの場所ね。家は築30年の木造アパート 1LDK で3万3000円のところに住んでいた。現在では石橋和穂が逮捕されたことで引っ越しているというから、直前までこの場所に住んでいたと推察できるぜ。何人家族だったの？家族構成は両親と3人兄弟、兄と弟がいるので石橋和穂は次男だ。ちなみに両親は石橋和穂が高校2年生の頃に離婚しており、石橋和穂だけが母親に引き取られ兄と弟は父親に引き取られたみたいだぜ。兄弟とは離れて暮らしていたのね。兄弟間でのつながりは薄いとされているが、離れて暮らしていても父親とは交流があったそうだ。父親はどんな人だったのかしら？石橋和穂の父親は建設用の会社を経営しており、離婚前は石橋和穂も従業員として働いていたみたいだぜ。先ほど父親と交流があったと話した通りガソリン代の貸し借りなど、親子間での交流は普通に行われていた。じゃあ、父親は石橋和穂のことをよく知っているのかしら？いや、石橋和穂のことをそこまで深く語らなかった部分から推察するに、父親は職人気質であまり家庭に関与しない、性格だったんじゃないかという見方もあるみたいだな。息子について深く語らないっていうのは単に印象が悪くなるのを避けたのかな。その可能性もあるかもな。余計なことを喋ってもメリットもないだろうし。ちなみに石橋和穂の母親は離婚前はスーパーでパートをしていたようだが、離婚してからは働いてなかったようだ。じゃあ生活費は石橋和穂が稼いでいたのね。どうやらその可能性があるな。また石橋和穂が逮捕された後も裁判所での証言もしていないようで、事件発覚後、すぐにアパートを引っ越して責任の追及を逃れたとのことだった。まあ、取材陣が殺到して生活ができなくなった可能性もあるわよね。まあどちらにしても証言やコメントがなく情報が乏しいが、石橋和穂と両親の関係はそこまで良くなかったのかもしれないな。石橋和穂ってやっぱり学生時代から喧嘩っ早い感じの子だったのかしら？それが驚くべきことに石橋和穂の学生時代は麻薬のタイプで、人とあまり話さないようなおとなしい性格だったというぜ。え、てっきり問題児だったのかと思ったわ。まずは小学校時代なんだが石橋和穂は体が大きかったが、他人と喋るのが苦手であまり友達はいなかったそうだ。小学校の卒業文集には、図工の時間はどうやっていいか聞けず何にもしていなかった。6年生になって喋るようになった。休み時間にドッジボールをするようになった。と語っている。6年生までは全然喋らない子だったのね。授業の話すらできないなんて、小学生のやんちゃな時期で考えたらおとなしすぎるくらいだわ。また、無気力な一面もあったようで卒業文集の自己紹介スペースには、好きな授業はありません。憧れの人はいません。将来の夢はありません。と、何かに興味を持った形跡がなかったんだ。好きな授業も将来の夢もないなんて寂しい小学生時代だったのね。そして石橋和穂は中学生になるんだが、やはりその性格は変わっておらず、いつも一人で、無気力な様子だったようなんだ。中学の同級生の証言では、とにかく全然喋らない。教室でも一人でぼーっとしていた。地元では中高でグレる子も多いが石橋和穂は髪も染めず近所の学校に通っていた。とのことだ。そんなおとなしい子があんな事件を起こしたなんて同級生はびっくりしたんじゃない？ああ、相当びっくりしたようだぞ。あんなに喋れない子なのに追い回したりするんだ。と、その心境をテレビの取材で語っていた。しかし、石橋和穂は中学時代に一つ気になることをしだすんだ。何かしら？石橋和穂は夜中に徘徊するようになったそうだ。
孤独を感じて、居場所を求めて深夜の誰もいない道をただ歩いていたかったのかもしれない。そうだとしたらきっと孤独を抱えた悩める中学生だったのかもしれないね。その後、石橋和穂は高校に進学。高校は生まれ育った倉手郡に隣接する仲間市内の高校だったそうだが、そこで石橋和穂は突然虚勢を張り出すようになったらしい。高校デビューのつもりかしら？虚勢を張ってもうまく友人関係は築けないとは思うけど、石橋和穂の考える周りに友人の多い人間の特徴を、真似て自分のものにすることで友人ができると思ったのかもしれない。ただ、虚勢なんてすぐにバレるんだ。高校の同級生の証言では、中学からバイクに乗ってた、というのでじゃあ乗ってみろよと言うと全然乗れなかった。成績も良くなかったしどちらかというとパシリタイプだった。と言っていたぜ。なんですぐにバレそうなこと言っちゃうのかしら。そうしてでも存在感の強い友人が欲しかったんだろう。本当だったら、気の合う友人を探した方がよっぽど有意義だけどな。しかし、そんな高校生活も長くは続かなかった。先述したように、石橋和穂は高校2年の時、両親が離婚している。それからは高校を中退して母親と自分の生活費を稼ぐようになるんだ。高校生の年から働きに出るなんて大変だったでしょうね。離婚するまでは父親が経営者でそれなりに裕福だっただろうが、母親に引き取られたことで石橋和穂が家計を支える立場となった。それまでの生活から一気に環境が変わってしまったわけだし、この年頃からしたら人生の岐路に立たされた気分だろうな。どうやって家計を支えてたの？父親の会社で働いてた時期もあったが無断欠勤もあり長く続きしなかったそうだ。そこを辞めてから派遣の仕事などを転々としていたようだな。いきなり働かなきゃいけなくなったんだもの。すぐにうまくはいかないわよね。仕事も、プライベートもうまくいかない石橋和穂は、実は地元で強烈ないじめを受けていたみたいだ。いじめ？これは2018年12月14日発売のフライデーが報じたことで、実際に写真もあるんだが、石橋和穂の額に肉の文字が書かれて顔中にマジックペンで落書きされた写真や、モヒカンに刈り上げられた姿、頭にがっつり反り込みを入れられた姿など見るに耐えない様子が写真に収められている。これは、いくらなんでもやりすぎだわ。なんでも、普段から口数の少ないおとなしいタイプだった石橋和穂は、地元の連中に目をつけられてしまったらしく、自分の意見を主張しないいじられキャラとしていじりがエスカレートしていったらしい。いじるのといじめは全く別物だしこれはいじめよね。そうだな。このいじめが、石橋和穂に大きなトラウマを植え付けたと結びつける人も多く、精神科医の先生曰く、惨めな思いをさせられて感情の揺れ幅が大きくなることがある。いじめられた経験のある人は自分よりも弱そうな他者に対して高圧的な態度を取ってしまうことがある。ということだ。弱い者に寄り添う気持ちが生まれるってわけじゃないのね。いじめられた経験による被害者意識で、自分の弱さがバレたら何をされるかわからない、という考え方になってしまうようだ。その考え方から、虚勢を張ろうと攻撃的な態度になってしまうことは、よくあることなんだそうだぜ。なるほど、自分を守る手段として攻撃的になってしまうのね。そしてもう一つ、石橋和穂には悪癖があった。それは女性の前では態度が一変することだ。あ、そういえば事故の時も彼女を乗せていたって言っていたわ。近所のコンビニ店員曰く、石橋和穂一人で来ると普通の態度なのに女性と来たらひどい態度になる。レジが遅い、と怒鳴り散らして小銭を投げつけてくることがあった。と話している。いきなりそんな態度になったら店員さんも困惑したでしょう。車の運転に関しても女性が一緒にいない時は普通。むしろ安全運転だったとのことで別の人の証言によれば、近所の子供が熱を出した時には車を出してくれた。出張だと言ったら駅まで送ってくれた。石橋和穂はいつも安全運転だった。なんて話が上がっているんだ。普段は安全運転だったのね。それなら本当に女性の前だったからカッコつけてたってことね。事実、過去に交際していた女性の話では、一緒に車に乗ると、わざとゆっくり走ったり後ろの車が追い越すと、追いかけて文句を言うようなことが何度もあった、と語っている。それどころか、車のハンドルを足で操作していたこともあったらしい。足でハンドル操作？それはカッコつけになるのかしら。ここまで来ると何がしたいのかはよくわからないが、あと、彼女に暴力を振るうこともあったというぜ。最悪、弱い者に対して強気に出る嫌な奴の典型だわ。しかも、石橋和穂は煽り運転だけではなくて、過去にたくさんの交通トラブルを起こしている。どんなことをしていたのかしら？石橋和穂は2017年4月頃から8月までの約4ヶ月間で、10回以上も運転による交通トラブルを起こしていたようなんだ。そんな短期間に10回以上？そもそも21歳で免許を取得してから交通違反を7回、事故を4回起こしたらしい。
ハンドルを握っちゃいけない人だったのね。いくつか過去のトラブルを紹介すると、まず2017年5月8日時間は20時15分から20分頃だ。場所は山口県下関市内の道路上、石橋和穂の車を追い越した乗用車に激怒。執拗にパッシング、クラクション、進路妨害停車を繰り返して、相手の車を停車させたんだ。やり口が同じだわ。そこから約5分間の間運転席の窓ガラスやフロントガラスを、素手で叩きながら、運転手に、俺に喧嘩売ってんのか。出てこい、殺すぞ。と怒鳴りつけて車を降りるよう要求した。もちろんそんな煽りに乗るわけもなく相手の運転手は山口県警に110番し、この事件は未遂に終わった。ただ、透明煽り事故で石橋和穂が逮捕されたことをきっかけに、山口県警察は自動車運転処罰法違反の容疑で石橋和穂を書類送検している。過去の煽り運転も未遂でお咎めなしなら相手の運転手もたまったもんじゃないわ。ちゃんと罪を償ってもらわなきゃ。ちなみに、最初は山口地方検察庁が起訴猶予処分にしていたんだが、透明煽り事故の捜査で管轄が神奈川県警に移り、そこから横浜地方検察庁へ追送検、追起訴されている。しかも、このトラブルがあった翌日の深夜にも、石橋和穂は山口県下関市内の国道上で他人の車の運転ドアを3回蹴って損壊したとして、器物損壊罪の罪で、こちらも横浜地方裁判所へ追起訴されているぞ。よそ様の車を蹴ってへこませるって何がしたいのかしら、この人。また透明煽り事故を起こした後にも別の事件を起こしており、2017年8月21日の12時30分頃山口市内の国道2号線を、石橋和穂がレンタカーで運転中に自分の車を追い越した相手に腹を立てて、またしても車から降ろして文句を言おうと考えた。なんで毎回追い越されるたびに文句を言いたくなるのかしら。石橋和穂は道路上で車線変更減速、幅寄せなど妨害運転を繰り返して、相手の助手席ドアを素手で叩くなどしている。そして12時40分頃、相手の車が停車をすると、その前方に自分の車を止め石橋和穂は降りてくるなり、助手席側のドアノブを引っ張ったり窓ガラスを叩いたりしながら、出てこい、こら。と怒鳴りつけて降りてくるよう求めた。この行為を実に10分弱もしていたということから、石橋和穂がどれだけ執念深いのか垣間見えるよな。10分が1時間に感じたでしょうね。こちらも相手の運転手が110番したことで未遂に終わったようだ。ちなみにレンタカーは透明煽り事故の影響で車を警察に提出していたことから、レンタカーで自宅に帰るために乗っていたものなんだ。つまり、警察からの帰り道で同じような事件を起こしている。信じられない。全然懲りてないじゃない。しかも、石橋和穂は通報によって駆けつけた警察官の前でも、殺すぞ。俺は人を殴るために生きている。なんて意味不明なことを叫んでいたらしいんだ。ここまで来たら怖いわ。しかもな、これが一番胸クソ悪いんだが、この時の相手の車は透明煽り運転で夫婦が乗っていた車と同じ車種だったんだぜ。その車種に何か恨みでもあるのかしら。それとも夫婦のことを重ねて見ているのか。どちらにしても異常としか言えないぜ。そしてさらにその1ヶ月後の2017年9月には福岡県で男性に暴行する事件を起こしている。この事件は書類送検されたが2018年1月31日に不起訴処分で終わっているぜ。なんで不起訴なのよ。全部ちゃんと罪に問わないとこういう人はわからないわ。交際相手曰く、石橋和穂はこんな性格にもかかわらずドライブが大好きだったようでな。それでも性格上、トラブルのない日は数えるほどしかなかったという。多い時なんて一晩に3件続けてトラブルになる日もあったそうだ。ちなみに、パトカーに対しても危険運転をしていたらしい。パトカーに？追尾中のパトカーに対して、警察官のくせにスピードを守っていない。と言いながらパトカーに急接近するなどの危険運転をし、警察官から、回転赤色灯の時はスピードを守らなくていいんだよ。と言われたって言うんだから笑っちゃうぜ。免許がない人でも知っている常識でしょう。さて、石橋和穂の裁判は、車を走らせていない状態、つまり時速0キロが原因で命を落としたことに対し、危険運転致死傷罪が適用できるのかがキーポイントとなった。でも、危険運転の流れはあったわけでしょ？それでも、直接命を奪ったのは後から来たトラックなわけだ。石橋和穂の車で被害者の二人を引いたわけではない。検察側は、高速道路上で移動困難な状態に陥らせて監禁状態に置いたことが事故につながった。として、懲役23年を求刑した。それに対して弁護側は、現場に留まっていた時間が短いため監禁の意図があったのか不明。だとして無罪を求めたんだ。いくら弁護をする側だとしても無罪は絶対無理でしょう。結果から言おう、石橋和穂には懲役18年の判決が出たんだ。それでも短いような気がするけど、裁判所は、停車中の事故に危険運転致死傷罪は認められないとした一方、
停車中を除いては進路妨害から停車まで走行中に危険な運転をしていたとして、その部分については認めたんだな。つまり、それまでの行為について判決が下ったってことね。しかし検察側の監禁って言葉がこの場合に適用されるとは思わなかったわ。これには検察側の思惑がある。さっき、争点は停車中に罪が適用されるかどうかだと言っただろ。もし認められなかった場合に備えて検察側はもう一つ罪を用意していたんだな。賢い。でも、結果は懲役18年だったわけよね。そうだな。しかも控訴してるしな。往生際が悪いのよ。でも、より重い判決が出ることもあるわよね。検察側が控訴すればな。ただ、この事件においてはこれ以上重い罪にはならない。横浜地検が控訴期限である2018年12月28日までに控訴しなかったからだ。なんだか腑に落ちないわ。弁護士側は、事故と因果関係があったのは停車行為だけであり、煽り運転と事故に因果関係はなかった。トラックの運転手の過失も重く考慮すべきだ。と主張し、一方検察側は、危険性を認知した上で運転を行っており、交通量の多い危険な場所に停車を余儀なくされたことは確実に事故との因果関係が認められる。として、控訴棄却を求めた。検察側の主張が正しいように思うけど、こちらの裁判も原判決を破棄して差し戻しするよう判決を言い渡したんだ。その理由として、停車行為は危険運転致死傷罪に該当しないが路上に停車せざるを得なくなったのは石橋和穂の煽り運転が原因だった。石橋和穂が車を停車させ暴行を行ったことで停車が継続され事故発生の危険性が高まった。としている。トラックの運転手についてもそこまで重大な過失ではないと判断しているな。ちゃんと判断してもらえてよかったわ。でも、差し戻ししたのはなぜ？そもそも横浜地裁がいきなり危険運転致死傷罪を言い渡したわけだが、それに対して弁護側は十分な主張や反論の機会を与えられなかったことが、問題視されたんだ。この罪が適用されるかどうか裁判員も含め会議で判断すべきだったのに怠っていたんだな。この越権行為とも取れる判決を良しとしなかった東京高裁は、改めて裁判員裁判をやり直すように言い渡したわけだな。公平性に欠けていたのね。その結果、差し戻し審が行われ、どちらの主張も変わることなく、判決は2022年6月6日に下された結果は第一審と変わらず懲役18年だ。もっと重くてもいいのにそこだけが不服だわ。そしてこれに対しても当然のように石橋和穂は控訴した。いい加減にしてくれないかしら。2024年2月26日東京高裁は原判決である懲役18年を指示して、石橋和穂の控訴を棄却する判決を宣言した。トラックの運転手に対しても高速道路の対応として異常とまでは言えないと判断し、石橋和穂の犯した罪が覆る材料にはならないとしたんだ。高速道路は速度が出るものだし、急に止まるなんてできないわ。しかし、石橋和穂はとんでもないことに裁判員ら3人に対して、俺が出るまで待っとけよ。なんて発言をして大抵その日のうちに上告したんだ。何それ、信じられない。自分のしたことがまだわからないの？しかも遺族に対する謝罪文に、事故がなければ彼女と結婚する予定だったので事故のことはお許しください。なんて書き出す始末で全く反省していないようだった。何その身勝手な話。自分のしたことがわかっていないようね。判決を告げられた時も不服そうな態度で聞いていたとのことで、全く反省の色を示さない石橋和穂に世間も遺族も呆れ返っている。石橋和穂は判決に対し未だに、非常におかしい。一方的で、証拠をちゃんと理解していない。などと語っていたらしい。証拠を理解してないって何を見ていっているのかしら。最後の裁判で判決を聞いていた時も右手で首の後ろを叩いたり首を回したりしながら、納得いかないアピールをしていたらしいな。何も言葉が出ないわ。呆れて物も言えないとはこのことだぜ。さらに、だ。起訴後に横浜拘置所へ拘留された時には取材に来た記者に対して、俺と面会したいなら30万円だ。人のことネタにするのに無料で面会してもらうとか考えが甘い。なんてふざけたことを言っている。だが遺族に対しては、ここを出たら謝りに行きたい。やりすぎたなと思っている。と一応反省の態度は示してるようだが、やりすぎたじゃないわよ。ことの重大さを理解してない発言ね。ただ、唯一の救いとして裁判員に暴言を吐いたことで、仮釈放は認められないだろうことからしっかり懲役18年納められることになりそうだ。そうすると、出所してくるのはいつ頃になるのかしら？早ければ2035年前後。その頃、石橋和穂は43から45歳だな。もう二度と車に乗らないでほしいし、自分の犯した罪の重さと自分の考えの幼さに気づいてほしいわね。ついでに、石橋和穂の件でこんな風評被害も発生している。SNS で石橋和穂の親族と間違われた方がいて嫌がらせ被害に遭ったみたいなんだ。
その結果、仕事も休業を余儀なくされ業務妨害されるという風評被害が起きたんだ。はぁ、そんなひどいことする人がいるの？これによって福岡県警は虚偽の情報をインターネットに流布した容疑で、旧道県の11人を名誉毀損の容疑で摘発した。2018年8月に全員不起訴になったんだが、検察審査会の起訴相当決議を受け、11人のうち6名を福岡地方検察庁が2020年4月に起訴した。そして5人に罰金30万円の判決がおり、2度目の不起訴となった3人のうち1人を、再び起訴議決にて強制起訴されている。もう一度起訴した方がいいんじゃないかって決議を行って可決されたのね。悲しいことに、このうちの1人は2021年1月22日に自ら命を絶ってしまった。それだけ罪の意識を重く受け止めたんだろうな。そしてその後、被害男性は示談が成立した3人を除く8人を相手取り、業務上の損害と精神的苦痛に対して計880万円の損害賠償を求める民事訴訟を、福岡地方裁判所、直方支部に起こしたんだ。全員に対してしっかりと罰が与えられたってことだわね。こういう風評被害が起きないように、ネットでの情報は鵜呑みにせずソースを確認するのが大事だぜ。さて、最後に被害者遺族のその後について解説していこう。確か、事故があった時に15歳と11歳って言っていたわよね。長女は証人尋問が行われた時大学2年生で20歳になっていた。彼女は両親が息を引き取った時の気持ちをこう語っている。救急車で運ばれている時に周りから両親の様子を教えてもらえず半分覚悟はしていた。もう会えないんだな、という感じだった。辛かったわね。何か石橋和穂に言ったこととかはあったのかしら？石橋和穂が悪いことをしたのを見た。無罪はありえない。両親を事故の前に戻してくれたら許すけど、それは無理なので極刑か、それより辛い目にあって反省してほしい、と声を震わせながら訴えたようだ。その間、石橋和穂は表情を変えずに砲弾の方に顔を向けていたらしい。何も届いていなさそうなのがやるせないわね。長女は今でも家族で食事をしたり車に乗ったりしている夢を見るそうで、これは夢なんだ、と思っている自分がいる、と話している。他にも、判決前には、事故とか両親について思い出したくない気持ちと忘れたくない気持ちが混同している。彼氏ができた、とかも報告できない。結婚式とかにいてくれたら嬉しかった、と泣きながら取材に答えており、生活に必要なため免許を取得したが前の車との車間距離を大きく取ってしまう、と事故の影響やトラウマを覗かせていた。彼女は児童養護施設で働く予定になっているそうでな。周りの大人に支えられたことが大きかったので、そんな大人になりたい。自分たちのように悲しい思いをする人が少しでも減るように願っています、と将来について話していた。人のことも考えられる立派な女性だわ。また、この事故で亡くなった旦那さんの母親は、今でも二人のことを思い出すと涙が出ます。孫たちは裁判に出てもいい、と強い思いで夏休みを潰して警察の事情聴取に協力してきた、と、娘さんたちがどれだけ事件に協力的だったかを話した。思い出すのも辛いでしょうに頑張ったのね。石橋和穂については、何年とは言わず、本当に更生するまで刑務所から出てほしくない、と、その胸中をあらわにしていた。おっしゃる通りだわ。更生しなかったら罰を与えても意味がないもの。あの時極刑にしていればなんてことがないように、今のうちに両親を育ててほしいよな。ということで今回は東名高速夫婦丸棒事故について解説してきたが、霊夢どうだった？煽り運転がどれだけ重大な事故につながるのか、思い知らされたわ。ただムカついたからって理由で簡単にしていいことではないと思うの。その通り。車は十分凶器になりうる恐ろしい機械なんだ。そのことを念頭に入れないといつどこで他人の人生を狂わせるかわからないんだぜ。ドライブレコーダーを取り付けたり車の性能が上がったりして、煽り運転ができないように環境を作る必要がありそうね。この事件が起きてからドライブレコーダーの売り上げが、3倍に伸びたというし、これからもその意識を持ち続けたいな。というわけで動画は以上だ。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。